はい、こんにちは、ひびこです。今回はダイソーの白髪隠しヘアファンデーションをご紹介したいと思います。こちらなんですよね。これはダイソーで買えるものなんですが、私はもう最近ね、これをね、とてもね、よく使っております。結構ね、白髪が多い人は白髪染めをすると思うんですけれども、まあだいたい2週間から3週間となるとだんだんもう、こう根元が伸びてきてしまうんですよね。だけどなかなか2週間ごととか白髪染めをするのは厳しいものがありますよね。私はヘナをやっているので、ヘナって染めるのに1回につき2時間ぐらいかかるんですよね。ですごくね、汚くなって汚れたりするので、まあそんなにね、2週間ごとにはなかなかやっていられないんです。美容院で白髪染めをしている方とかはやはり月に1回とかね、そのくらいのペースなんじゃないでしょうか。そうするとね、どうしても2週間を過ぎるとね、こう根元が白くなってきてしまうと思うんですよね。でその伸びてきてしまって次に染めるまでの期間、これが本当に困るんです。それでね、何かこう塗ってね、ごまかしたいと思って私もいろいろ試してきたんですが、このてっぺんとかはね、結構スプレーでシューッとしてしまうことが多いんですよね。楽なので。でもね、色がね、黒いものが多くて、私は結構こう茶色というか赤い髪の毛なので、なかなかね、色が合わないんです。で、いろいろ探してみた結果、なんとね、このダイソーのね、これヘアファンデーション、この茶色いこれなんですよね。これがね、すごくいいことを発見しました。もうね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、色がね、すごく合うんですよね。この茶色い髪の毛にも合うと思います。普通のドラッグストアで売っているものはちょっと暗いというかね、濃い黒っぽいものが多いんですよ。でもね、これね、すっごくね、茶色なんです。だから本当にね、これね、いいなと思って今使っております。でね、これちょっとね、困るっていうことが一つあって、これスポンジとかこう塗るものがついていないんですよね。本体のみなんです。こちらは無印のメイクアップスポンジになります。これをね、使ってみたいと思います。これね、結構ね、こう三角形っぽいですよね。この角があるの、これがね、やっぱ塗りやすいと思います。髪の毛の生え際に塗るので、丸いものじゃなくて、こういうね、ストレートの、こういうストレートで角があるもの、これがね、結構塗りやすいんじゃないかなと思います。それではちょっとやってみたいと思います。このスポンジでまず取りますね。こんな感じで取れる、こんな感じで取れますので、頭頂部、このあたりに塗っていきます。これでだいぶ分からなくなったと思うんですよね。次にこの辺りですよね。縦にはみ出してしまうので、こういうのをちょっと取って、指で取ったり、まあ、ティッシュで取ったり、あとでファンデーションでね、ちょっと塗ったりするといいと思います。これでだいぶ隠れたと思うんですが、どうでしょうか。で、今度こちらもやっていきます。どうしてもね、ちょっとはみ出てしまうので、ちょっと手で取っていきます。縦にもやっておくとよくつくと思います。
それでだいぶ白髪が隠れたと思います。いかがでしょうか。手がちょっとね汚れていますが、こう塗るときには一方向ではなくて、こういろいろな方向から塗らないと髪の毛ってこう一本でこう丸いじゃないですか。だから表面だけ塗ってもね、こうちょっとした角度で白く見えてしまうので、いろいろな方向から塗るのがコツなんじゃないかなと思います。これねスポンジがねついていないので、ちょっとそこがね大変かもしれません。こういうものを自分で用意して持っていかないといけないので、こうして塗ってからお出かけしても、この光の加減によってね、外のトイレとかで見て、あれまずい、まだ白髪が見えてるとかねありますよね。あと風がちょっと吹くと分け目が変わっちゃったりして、またね塗っていないところが出てきてしまったりするので、一応ねこれを持ち歩くといいと思うんですよね。どうしてもねスポンジがこう汚れてしまうので、これとセットで持っていくには、こういうまあなんかね、私はもうジップロックに入れちゃって持ち歩いているんですけど、何かねちょっとこういう他のものにつかない汚れないものに入れて持ち歩くといいのではないかと思います。このねヘアファンデーション自体はねすごくねまあ軽いんですよね。だからねバッグに入れていってもさほど気にならないかなと思うんですよね。だからちょっとねカバンの中に一応入れておくと、ちょっとね気になった時にすぐに塗れるのでいいのではないかと思います。はい、いかがでしょうか。ちょっとね手が黒くなってしまいました。外でやる時にはちょっとね手が汚れてしまうのでお気をつけください。いかがでしたでしょうか。これね本当に安いんですけどね、すっごい優れものだし、このとにかく色が茶色いんですよ、明るいんです。だから髪の毛をちょっと黒ではない人、茶色く染めている人にはねすごくいいと思います。なかなかねこういう明るい色がなかったんでね、本当にねこれ見つけた時は嬉しかったです。でねすごくね色もねこう自然につくんですよね。だからね多分近くで見られてもこれ塗っているってわからないと思います。すごい本当にこれはおすすめです。ぜひダイソーに行ったら探してみてください。これをねバッグに忍ばせておくだけで本当に安心。もうねお化粧も大事なんだけれども、こういうね白髪隠しすっごく重要なんですよね。今回はダイソーのヘアファンデーション白髪隠しをご紹介しました。これね本当に安いのにおすすめです。ぜひ気になったら使ってみてください。それではまた。なんか手が黒い、ごめんなさい。じゃあね、またバイバイ。ご視聴ありがとうございました。